こいつ1年間でね、シーズン中通して、はい、っていうことはもうそれの4分の1は2番目ということになります。中村選手昨日終盤に少し打球を、ね、右手に受けてということがあります、まあ、観客で行われますからこういった試合前の一番またね、歓声が上がるような時もちょっといつもとは違う雰囲気ですけれども、はい、まあ、これはお客さん入れないのは一応は今週だけですから。そうです ね、またこの後ロードに出ても次戻ってきた時は今年はお客さんが入らせていると、ね、もうすでに3巡目に入っている。大きく打ってもらいたいというコメントも出していました。ストーリーも広がっています。まあ詰まりながらではありましたが、スライダー大きなスイングでした。それだけ切れてるということでしょうか、はい、そうですね、はい、いやショート下がりますか。ショート下がって牧原掴んで3アウト、4対0とホークス第2戦もものにしています。石川修太今シーズン初勝利、マルチネスがこれで今季2敗目ということになりました。